天才ピアニストの深夜おでん,おでんはいどうも皆さんこんばんは,んばんは天才ピアニストの竹内です,すえー、今日も差し入れたくさんありがとうございますと言わせてくださいねい言っていいのよご紹介しますはい ありがとう。マーヒーさんより元気の玉おいしいもありがとう。ヘルニアのミキネ、元気の玉ありがとう。ヘルニアのミキさんありがとう。エビ村さんより元気の玉ありがとう。エビ村さんありがとう。頑張るナースマンさん、おいしいも十二本ありがとう。ガンバルナースマンありがとうございます。ペイちゃんさん、コーヒーおいしいもありがとうございます。ペイちゃんさんありがとう。北の助け人さん、元気の玉おいしいもありがとうございます。北の助け人さんありがとうございます。メガネちゃん、たす香りさん。お初めてですかね。ユミハート、いや、あの、お便りくれてましたね。あすいません。メガネちゃん、たすん香りさん。

M さん、美味しいも六本ありがとうございます。M さんありがとうございます。なんかね、あの、うん、後輩のね、時折ピートちゃんという後輩いるじゃないですか。はいはい、でラジオやってるじゃないですか。でね、あのこのお差し入れいただいた人のね、うん、名前をね、ちゃんちゃんづけで呼ぶんですよ。なるほど。香、えー、りちゃん、ありがとうございます。ゆかりちゃん、ありがとうございます。ちゃんって呼ばれたらこれおばさまでもキュンとくるんだろうな。これはファン心を揺さぶるな。あいつら分かってんのよ。 さすがファンサービスナンバーワン芸人やなそうですよ本当にああなるほどなーっていうなる分かりました太田明宏ジャパンちゃん <laughs> いやそれはまた人を選ぶのよちゃんは <laughs> まあ太田明宏ジャパンちゃんは喜ぶだろうけども,あのもう顔が分かった上で今言うてますから、ね、そういうことですよねいやなんか、はい、女心だなーっていういやー分かってますね分かってますねっていう感じでした、はい、すいませんそれを最近思ったのでね,なるほね言わせていただきましたけどそれではやりましょう 企業キャッチコピークイズイエーイなに今日ってコーナーなのよ今日ってコーナーなの今日ってコーナーなの私ねこれ好きなんですけどねあの企業ってねキャッチコピーあるじゃないですかアイムラビニットみたいなマクドナルドみたいなそれのあのキャッチコピーを聞いて企業を当てるっていうわこれ面白いねそうでしょやろやろやろーいくよいやでもこれは意識して何か見てるなり してないと分からへんねじゃあまず普通にめっちゃ簡単はい「お口の恋人」「ロッテ」「ピボーン!」とかでいいってことだよねみたいなことなんですよかもねそう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 えっとねいきますよ皆さんもぜひね考えてください考えてくださいあんまりずっと答えん方がいいか分かってもまあまあいやまあいいんじゃないですかじゃっとまあ12秒間とかこれちょっとむずいかもしれないリービングイノベーション リビン、リーングイノベーション。リーディングイノベーション。リーディングイノベーション。リーディングっていうのは道、あのこう、率いていく。うわ、早速やな。リーディングイノベーション。でもちょっと聞いたことない。リーディングイノベーション。え、リーディングイノベーションっていうことは。え、これむずいかな。 えちょっとでもあんまりピンときてないな、ね、あ。そう。耳障りで言いますね、うん、これ東芝は<ー>多分 CM で言ってると思うんですよリーディングイノベーション東芝って言ってるなるほどねじゃあこれはインスパイアーザネークストインスパイアーザネークスト聞いたことあるやろ日立。ひたちピボーン分かった時めっちゃ気持ちよない気持ちえー、じゃこれはもうこれヒント入りまくってますけどはい明日の空へ日本の翼え。全日空 全日空でいいんかな、これ。日本航空。日本航空。です日本航空。危な。危ない。日本航空。え。で、日本航空。日本航空。ジャルやね。そうそうそうですね。これ、え、ごめんな、普通にこれ答えけど。あの、ドトールの。キャッチコピー知ってました。絶対知らん。ドトールのち晴れやか。聞いたことないもんね。ドトールのち晴れやか。うん。晴れやか。 ドトールの後は晴れやかっていうことやもう入れてもてるやんドトールってそうやねそうやね感情こみ上がってもてるやんドトールの後晴れやかそうなんやっていうね知らんもんねえこれ知らんかいつか当たり前になることを大企業ですいつか当たり前になることをいつか点当たり前になることをこれ製薬会社ちゃう違うんすよね電話系なんですけど NTT いつか当たりいやでもこれ別にその電話系な感じせえへんな,なんか,なんか確かになちょっと医療系の薬品とかがなはい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 今はあんまり認知されてないけどいつかそれが皆さんにみたいな感じでさはいはいはいななんか製薬会社っぽいなあはいはいダメ出しはい、えー、<laughs> ダメだしやめてねあのダメ出しというかうん、うん、ご提案せえねせえね、うん、その決して悪い意味じゃなくってことやね、うん じゃあねこれちょっとあそうなんやっていうことなんですけど、うん、安いくせしてえこ、ー、僕知らんかったな安い癖してってことは安いんでしょうね安く癖していいってことでしょしそうそうそう安い癖してある有名企業ですかまあ聞いたことあるというか<ー>はい有名企業ですね安い癖して、うん、ええー なんかまあでもパッと出てけへんけどな思ってるやつ2つはもうキャッチコピーやったしもう出てるから違う今思ってる2つなんだドンキとニトリどっちともキャッチコピー出てきてるからはい,、はい、はいはいそうやね絶対、はい、違うから安いい癖してまあまあそ,そこのレベルじゃないいやなんかその並びとちょっとちゃうあまあまあでもそうか、まあ、そういう なんてい,うかないろいろ売ってるっていう食料品家庭用品医療品とかをコーナー違うああ分からんかなもう声優ああ全然分からんわあ<ー>声優とかねないもんね近くに <laughs> 家の近所身近にない、うん、えー、これはえー、これはこれよく生きるよく生きる、うん、ひらがなで「よく」で「生きる」よく生きる、うん、これは有名企業ですもうよく生きる うん、食べ物系ですか?。いやいや、違いますね。ええー。あ、なんか、まあ。教育のイメージが強い。よく生きる。ええー。ベネッセ。ピンバーン。すごない。すごい。気持ちいい。<laughs> これ気持ちいい。<laughs> 気持ちだから。教育系だけでベネッセ行ったん。すごい正直めっちゃ気持ちいいな、これ。ベネッセな。うん。あ、あの人の形な、よく生きるか。はい。はい。これじゃあ。心と心でつながる未来へ。 これは,むずいなこれはあの飲食店のイメージいろいろやってらっしゃるんでしょうけど心と心でつながる未来へうーわーあれちゃんこれはちょっとむずいか<ー>居酒屋です居酒屋はいわらわら違うわたみわたみ正解 <laughs> これむずいなこれはむずいなあじゃあこれ,はこれは簡単かもしれない。はいイートウェルリブウェル うわ、聞いたことあるやろもうけでイートウェルイートウェルリブウェルうわイートウェルリブウェルもう聞いたことあるやろめっちゃあるイートウェル食べることとそや。暮らすことやなそやイートウェルもうこれ分からんかったもら悔しいでマジでうわイートウェルリブウェル大阪がすっちゃうな違うでもこのリズムでもう CM あるわいいとウェルリブウェルもうめっちゃ聞いたことあるもん言うか

愛は食卓にある、うん、うわっ聞いたことあるやろめっちゃある夕方とか CM やってんなせいで愛は食卓にあるうんうわーちょっと待ってはあ <laughs> うわーちょっとこれもう思い出してる人絶対おると思うわ絶対はいはいピモンっていう人おるやろな愛は食卓にある,あるってパキッとした言い方やもんなそうそうそう,そう愛は食卓にあるもう音も思い浮かんでるやろ、うん、えー飲食店 いや店というか、うんまあ、味の素みたいな食品メーカーなんですよね愛は食卓にある愛は,し愛は食卓日清製粉とかいうことやな<ー>みたら見たいなみたいなこと今の答えてないもんね、うん、みたいなことやな、ね、<laughs> みたいなことこれめっちゃどうしないうわちょっと待って「愛は食卓にある」あるえー、絶対知ってるよな絶対知ってるこれはもう絶対に知ってる愛は食卓にあるうん うん、ええー、なんか苗もうちょっとゆるヒント、うん、ゆるヒント<森> <laughs> 調味料調味料とかのイメージが強いなるほどなテレビ番組テレビ番組えテレビあわかったはいどうぞキューピーロニノ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 正解です、はい、そうや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  キピー3分間クッキングのなそうこれちょっとヒントあるわうん丸くなるな星になれ丸くなるな星になれそれちょっと聞いたことないな聞いたことないけど星になれっていうところを参考にしてもらったらえ星になれ明星じゃん明星じゃないでも星やなでもなうん丸くなるな星になれそう星スター星のマークの食品の 食品というか飲み物の星のマークの飲み物のええ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 ー、そんなんないな私たちの大好きなうん私たちの大好きな星になれ<も>丸くなるな星になれうん、あわかりましたはい札幌ビールビボ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 なるほどな札幌黒ラベルのそうなるほど くなる星になるなえっとねこれはおもろいっすねめちゃくちゃおもろいやろ皆さん正解してんのかなじゃあこれ最後いくわ「B」「アドライバー」「トヨタ」「B」「アドライバー」「B」「アドライバー」でも車やねえ「B」「アドライバー」「B」「アドライバー」「ホンダ」「もうこれ車メやるからやめて当たるやろ」「順番やもんなこれダイハツ」「違います」「三菱」「違います」 逆にすごいよね鈴木違うもう<え>もうあれしかないホンダトヨタ三菱ダイハツもうないで車メーカーえー、車メーカーやろメルセデスベンツ <laughs> 違いますまママツだ楽しい,い,いおやすみなさい <laughs> チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな私もするのよ登録してみたらどうどう